はい、ということでですね、平翔です。 TL01 プロジェクトの3回目ということで、ボディの方が完成しました。ご覧のようにですね、レーシングランサーの、シールを利用しまして、赤と蛍光のオレンジとホワイトを塗装で、やっております。レプソルカラーですね。で、あとはですね、コックピットも作りまして、ドライバーが一応2名乗ってるような感じになっているのと、GT ウィングであったりとか、フロントのリップスポイラー、あとカナードもつけたんですけどですかね。あとはリアでダミーの マフラーですね、2本出しにしております。こんな感じに出来上がりました。でですね、一応LED も点灯するようになってるんですけども、ちょっと先ほど点灯させてみたらですね、ちょっと非常にダサい感じになってましたんで、これはまあ、お蔵入りというか、あまりも点灯させることはないかな、みたいな。特にギアが非常にダサい仕上がりになっております。ちょっとまあ、点灯させてみますね。こんな感じに配線はしております。でですね、受信機の方からこう電源を通常は取るんですけども、このタイプのものがもう差し込むところがないのでですね、バッテリーを、LED 用のバッテリーを積みましてですね、直接そちらから電源を取るという方法をにしております。ちょっと点灯させてみます。フロントはこんな感じで、なかなか綺麗にできたんですけど、リアがですね、ちょっと光が漏れてるのと、そのマフラーの中をこうオレンジで、光らせたんですけど、これが非常にダサいというか、ハザードランプみたいになってしまいまして、ちょっと。なんていうんですかね、不定期にこう点滅すればいいんでしょうけど、こう規則的にこう点滅するので、非常にこうイメージと違う感じになってしまいました。それではですね、ちょっと外へ出てですね、撮影してきましたので、そちらの画像の方を、見ていただきたいと思います。どうぞ。